はい、どうも皆さんこんにちは。ニグでございます。マリサだぜ。今回もやってきました不定期に暇を潰していくシリーズ。今回は、TNT を使ってロケットを作っていきたいと思います。TNT ロケット ?TNT キャノンの間違いじゃないのか ?TNT ロケットは前方に打ち出しますが、今回作るのはロケット。つまりプレイヤーなどを上方向に打ち出すものです。今回はそれでどこまで高く上がれるかやってみたいと思います。てか、これお前受験前日に編集してるよな。そうですよ、何か問題でも。問題ありまくりだよバカ野郎。もうそのネタはどうでもいいんですよ。どうせ視聴者もお前の受験のことなんかどうでもいいんだよとか思ってるんですよ。なかなか視聴者厳しいな。けど、こんな作業をただただ流したらそれはそれで叩かれそうだし、まあのんびりとやっていきますけどね。お、なかなか飛ぶものだな。気がついてたら試作品ができてましたね。この試作品は 7×7 の黒曜石で囲った内側に水を張り、その上にレッドストーンを置いて一斉に起爆させるタイプです。はい、とりあえず5段重ねてみました。こうやってみるとなかなかごつい形してるな。とにかく、試しに TNT を置いて起爆してみますか。ポチッとな。さあさあ、どのくらい飛んでいくのか楽しみですね。おお、かなり飛んでいきますね。だいたい800くらいまで飛ばされるんだな。てかなんで TNT で飛ばされても平気なのか。今さらそこに突っ込むのかよ。ということで、さっきの試作品を踏まえて、2個目の TNT ロケットを作っていきましょう。次に作るのはピストンを使った押し出し式です。押し出した TNT をレッドストーンブロックで一斉に起動して圧縮するタイプですね。私もこのタイプは作ったことないので、試行錯誤しながら作っていきます。てかこういう作業の時無言の方がいいんですかね？おいおい、一旦どうしたんだよ。急に真面目になって。いやいや、ただただ雑談をしているよりは無言の方がいいのかなと。まあコメントの方に意見よろしくお願いします。はい、完成しました。やっぱりレッドストーンを使うとかさばっちゃうな。けど、結構飛びそうな雰囲気は出ていますね。試しに押してみましょう。あ、ちなみにボタンは上についています。ポチッとな。あれ、真上ではなく左右に振られてしまいましたね。その上300か、あの規模の割にはあまり飛ばなかったな。このタイプではなく試作品の方が高く飛びますね。ってことで、試作品の方を5段から10段、2倍にしていきます。別に段数はただの作業なんですが、回路をつなげるのがめんどくさくてですね。なんでこんな頭を使うかわかりません。遠隔操作できるレッドストーン関連のモッドがあるらしいので、次作るときはそのモッドを使って作ってみますか。てかさ、絶対これ TNT の動画見たくなってるよね。今編集している時点では、私がどういう風に呼ばれているかわかりませんが、まあやりたいことをやってるだけなので、やりたいことの多くが TNT 関連であったという話ですね。最近流行ってるあれですよあれ。好きなことで生きていく的なやつですよ。それ使い方違うから。嘘でしょ、好きなことして生きていくマインクラフトとかすごく面白そうとか思ってたんだけど。何その打ち切り週半端ない実況。ということで、10段のロケットが完成しました。結構高さあるもんだな。早速起爆していきますか。ポチッとな。さあ、16×10 の165分のロケットの威力はいかほどに。おー、かなり飛んでいきますね。だいたい1600くらいか。やっぱり個数を倍にすると高さも倍近くになるんだな。今更ですがこれ限界高度トップの塔に超えているんですね。これ絶対現実だったらジェット気流やらなんやらに飛ばされるよな。まあ、そんなことがないこのマインクラフトの世界だからこそできるんですけどね。皆さんも暇があったら作ってみてくださいね。ということで今回はこれでおしまいだ。ご視聴、ありがとうございました。あの高さから落ちて無傷とか何者だよ。